はいどうも、本日はパテモス協会男の二合目 J というわけでね、今回は豚の生姜焼き豆苗入ってるやつと二合目 C 金生姜やから錦松梅のふりかけ残ってたやつと梅クラゲ、あと昨日カニ食ったんですけど、カニのアラで出汁取った赤だしの味噌汁、ネギともやしと玉ねぎ入ってます。というわけでいただきます。汁からね、うまい。うわ、めっちゃ出汁出てる。めっちゃ出汁出てるし、この空間が超カニの匂い。錦松梅うまいからな、もうこれでほぼ終わりかな。うまっ。これだけでいけるの？うまっ。生姜焼きパンですわ。うまいなぁ。味付けは塩コショウとめんつゆと生姜だけやけどね、うまい。最高だね。今日ご飯炊きたてなんで、なおさら最高。5合炊いてますけど、1合ずつまた3つね冷凍しちゃったんで、これから冷凍飯生活まだ続くけど、炊きたての楽しみね。幸せやな。飯が食える幸せあるよね。まあ、久々に何か月ご飯米ね食ってるわ。満水半けどね、端っこの猫な、炊飯器の端っこの方にね、お釜の端っこの方にね、塊ができるんです。開催ですよ、そろそろ。
炊飯器やばいわ、いよいよ本当あんま炊きたくないから、だから多めに炊いて、一回多めに炊くと縁の方だけちょっとやばいだけ、中の方はいい感じやね。最近はちょっと5合ぐらい炊くようにしてんだけど、うん、ご飯の炊き上がりが悲しいってね、切ないよね。うん、切ない。うど飯の終盤も切ないよね。あ、もう終わっちゃうと。ご飯がもう終わっちゃうっていうね。最後はここの海クラゲポジで締めたいのよ。うん、このふりかけ部門、あ、ちょっと口の中リセットしよう。あ、カニカニやな。カニの主張って激しいよね。一口置いとこう、最後にねまあここの錦松梅全盛期のところを食べます。うん、これ食べるたびにおにぎりが食べたくなる。ラスト梅クラゲでね、締めたいと思います。うん、うん、幸せです。というわけでバテモス協会、お得の2合飯豚の生姜焼きとご飯のお供で食べました。ごちそうさまでした。あ、満足。